はい、動きがあったテーマセクター、個別の材料で同意づいた銘柄小型株新興市場を中心に見てまいります。アトラクティブストックスのコーナーです。どっから行きましょうか。値が3の割にストップ高になったなっていうちょっと衝撃。東京センチュリー700円だか5200円、ストップ高まで行きました。 15.56% 上昇です。値が差ってほどでもないか。まあそこの4000円台からね。持ち物適用会社のアメリカの航空機リース会社アビエーションキャピタルグループを12月に完全子会社化するという発表をしたということでありまして、アメリカの生命保険会社パシフィックライフインシュランスから、株式の 75.5% を30億ドルで買い取る計画と。3300億円、 そんぐらいか。同社にとって過去最大の投資に、非買収会社は316機を保有管理する世界11位の航空機リース会社であり、今回の買収により長期的な成長が見込まれる航空機リースの需要取り込みを期待へということであります。楽しみで、東京センチュリーがこんなに注目されるのもね、久々な気がしますんで。続いてアイスターでいきましょうかね。トップ高ですかね。こちらも100円高661円、 17.83% 上昇。システム開発企業のエイムソフトという会社を完全子会社化する。 M&A 結構多いですね。お金余ってるんですかね。譲渡日、譲り渡し日、10月1日、同社の注力事業、アイスタディアカデミーとのシナジー効果発現を期待する動きということで。はい。ありました。ライクキッズネクスト。やっぱりここは行かなくてよかったよねっていうところでありますが、75円安、896円 7.72% ぐらい大幅反落でした。第1クォーターの決算発表ありまして、営業利益は3億3000万円、前年同期 43.6% 減益となりました。一応2桁元気の予想だったんですが、予想よりも悪かったねって話ですね。運営補助金の加算が少なかったということで、運営補助金の一部の入金が第2クォーターになる。保育園事業は全部補助金事業ですね、基本的には。市町村からお金が入るという仕組みということだと思います。ということで理解してますけど、私は。はい。同社の親会社、ライクも本日大幅安ということで。親会社を見てみましょうか。ライク、211円安、1770円、 11% 下落。下げちゃしょうがないですね。でした。続いて、大原。久々見ましたね。EV 関連、大原。まあ、いろんな関連なんで、ちょっと難しいですけど。余価促進、95円高1488円、 6.82% 上昇。岡山証券で投資新規に株割れ近いし、強気で株割れ近いしですね、目標株が2200円だそうです。これまでの高額ガラス専業メーカーから事業構造を転換させつつあると。技術開発力を提供に、今後も主に特殊ガラスの分野でニッチ素材を倹約として中長期的な業績を伸長させるということで想定している。対衝撃高高度のナノセラムや高低膨張の、極低膨張、すごく膨張しないってことですね。クリアセラム、高いイオン伝導性等を有する LICGC、リチウムなんちゃらですかね。など高い競争力の製品群に注目だということだそうです。野村システム。野村システム今日バタバタできました。結局ストップ高かな。80円高469円、 20.57% 上昇。久々になんかね動きましたね。グローバルに展開する国内大手の広告代理店グループ企業、電通ってことですかね。9月6日に RPA 開発を受注したと発表しています。具体的な企業名や受注金額は明らかになっていないということなんですが、企業向け研修コンサルテーション企業、あと老舗のオフィスサプライ企業、あと音楽エンターテイメント企業から RPA ライセンスの契約とか導入開発を、どんどん受注しているということで、業績拡大が期待されるということであります。あとは、材料っぽいのはそんな感じですかね。日本農薬、台風による農作物被害で思惑外出ているようであります。33円高478円に 7.42% 上昇。なるほどねって感じですね。なんだろうな。
なもんですかね。あんまり、あんまり、ないな。材料っぽいのがね。ああ、夢心。久々ですね。夢心。29円だから884円。なんか冴えない株価になっちゃいましたね。別に悪くはないですけど、自社株買いの取得額拡大及び取得期間延長を発表しております。なんか次の一手があんまり見えてこないみたいなことなんですかね。一生懸命ね、IR 活動やってるんですけどね。まあ、分かった分かったって感じですよね。アンジェス。遺伝子治療薬コラテジェンが発売ということで関心が再びというところだそうです。結構動きあるんですねこの辺ね。下がった方でウエスタンセラピテクス研究所、あ、間違えた。58円安355円、14% 下落。緑内障、抗眼圧症治療剤の開発中止を発表しておりますとかね、そんな感じで、まあ、いい材料と悪い材料、いろいろ出てきております。あと、なんでしょうかね。B&P。第3クォーターの業績発表ありましたが、営業利益が3億1700万円ということで、進捗率クソ悪いなってことでですね、大幅に売られております。176円数1896円、 8.5% の下落となりました。こんな感じですかね。ここだけ見ておきましょうか。ナッティスワンキー、285円高4595円、 6.6% 上昇。8月の既存店売上高発表になりました。前年同月比 2% 増ということで、まあこれをきっかけにってことでいいんでしょうねきっとね、はい、上昇しておりますということで、以上アトラクティブストックスのコーナーでした。